こんばんは。前回の続きやっていきます。ここはね、打点バトルになってます。1試合勝ちました。下から2番目のこのチーム今戦って勝って、今挑まれてるのは一番下のチームかな。ハテナがついてるのはもう相手がもうこっちと対戦したってことですね。ちょっとこれやりますかね。ちょっと強いと思う。80超えてたかな、86.9、 一番上ですね。この一番上の左の OVR っていうのが 86.9、 結構強い。自分75ぐらいしかないかな。やりましょうかね。ランナー3人選んで、あとバッターも3人選んで戦うってやつですね。で、6回、だから打者はね、2回ずつ回ってきます。3人しかいないんで。こういう風に、ラウンドが 1,2,6 回あって、で2回ずつ戦っていく感じですね。 Here's Mike Trout。 あ、まあ相手点取ってないっぽいですね。 Runners on first and second with one away。 じゃあ打ちましょう。And the pitch. うわ、いいとこ投げる。Into the windup, here comes the 0-1. ああ、入らなかったか。しょうがない。1回しかないんですよ、チャンス。わあ、2点取られてる。ヒット1本出れば、こっちも2点いけそうな気はするけど、こっちのピッチャーいいね、結構。いいとこ投げる。1点しか入んないか、残念。あ、いった、アウトになりそう。アウト、惜しい。ここは今のはまあしょうがないか。こうランナーも選ぶんですよ、足の速い選手を3人で。バッターも、わあ4点差か。バッターも自分がこうお気に入りの選手を3人選ぶって感じ。厳しいな。ホームラン出たら同点だけど。いや、ファーボールでも1点しか取れないしね。打つしかない、ここは。やめてよ、ノースリーとか。打つしかないっしょ、さすがに。うわぁ。厳しい。うわ、6点、5点差も無理だ。これはトラウト、大谷さん、ジャッジなんですよ、ね、それがラウンド6まであるんで、2回ずつ回ってきます。ちょっと厳しいな。ここは一発欲しいとこ。ダメか。しょうがない。厳しい。しょうがない。ここは。お、点取ってないぞ。ピッチャー変わった。ノーアウト満塁なんで、こここそ1本欲しいですね、ホームラン。追いつく絶好のチャンスだ。この打率とかは、今やってる打点バトルの今やってるシーズンの成績。ピッチャーすごいね、画面右。わ、これね、これがいいカードなんですよ。あと青とか黄色とかあるけど、この今使ってる自分が左ですけど、より断然いい、こっちの方。なんかね、赤とか青とかがいい。あと黄色ね。青がいいかな。やっぱり数字が上がりやすいかな。おいおい。ああ。走らんかも。走った。ノーアウトだったんだけどね。ぎゅわ。6点差になっちゃった。負けは負けですね。一発出ても。ちょっと1本出なかったのが痛かったですね、ここは。なんか当たりも惜しかったし、結
こっちのピッチャーも悪いんですよね、打たれるってことは。だから育成して強くしないといけない。これが打点バトルっていうイベントですね。ここはね、リーグ戦になってます。122試合あって、今62試合経過で、一応今いる、アメリカンリーグの、まあ、地区があって、そこでは今1位です、自分がいる地区では。ただ5ゲーム差お任せしてた時期があって、コンピューターにそこで結構負けました。クイックするとちょっと勝てない。勝率3割4割ぐらい、ハイライトで5割ぐらい、フルプレイすると勝率高いです。9割とか8割ぐらいが勝てる。とりあえず第1回しますかね。ピッチャーはね、お任せすることが多いですかね。Let's take a look at today's lineup. It's today's defense lineup for the home team. ピッチャーね、今任せてます。画面の左上の今投手オフになってるんで、オンにしたら自分が投げれます。打つだけやってますね、大体。The righty will move up to the mound. おー、まあまあのピッチャーだ。でも、レアリティ低いですね、A で。でも80超えてるんで、強化とトレーニングと強化ってあって、なんかね、両方とも上げれるんですよ。で、強化のプラス6しかないんで、80超えてるってことは、そのトレーニング相当してるんだと思う。だってこっちプラス8で76しかないじゃないですか。こっちの方がいいですよ、リアリティで言うと。画面左のレーン飛行の方が。Here is the first offering. That one's in there.Here's the windup. Now the pitch. That pitch misses wide. Here it comes. スイッチなんですよね、このバッター。あー、いっかー。 And a fly ball. Number 7. We'll look up and put it away. Bases are empty. One man out. One down in the inning. これが、12年の、2012年かな、のトラウトだと思う。年代でね、何枚もあるんですよ、同じようなトラウトでも何種類も。成績が違うので、今使ってる大谷さんもまた違うんですよね。うわ、ボールだった、しかも。これが、今年ですね、23年の大谷さん。22年の方がいいかもしれないですね、ホームラン46本だったっけ、去年。あ、でも率は今年のがいいんで、この大谷さんの方が打つのかな。ジャッジは去年だから今年よりいいんじゃないかな、能力的には。うわ、うわ、アウトになる。アウト打っておけ。そこまなかったか。コディ・ベリンジャー、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 なあ、来た。あ、オッケオッケ。いいとこ転がった。一人、選手をね、確か変えたと思う。8番バッターかな。前右だったんだけど、左に今変わってる。青のカードに変わってますね。これが今6番。ここは打ちたいとこですね。このバッターが打つと、変わった選手をお見せできるかも。カードはね、青の選手だね。青のカードね。うわ、来た。いいとこ転がった。釣られて振っちゃうんですよね、打ち気になってると。あー、いいとこ行ってるけど。OK。走者一掃できそう。いいんじゃない?本当はジグザグにしたかったんだけど、左右左右に。でも左左になってますね。この後も左。
で、9番がキャッチャー。リアルミュートだったっけな。いや、いいっすね。やっぱ自分でやった方が勝率が高い。お任せにするとちょっと勝てないですね。この選手が新しく入れた。画面左ですね。84プラス5だけど。能力高いですね。あの、ヒットが多い。ホームランバッターっていうより、ヒット打つ感じのバッターです。パワーはあんまりないですね。足もね、速くないんですよ。J.L. Realmuto will stand in here.Runners are on first and third with two men out. A なんて80ありますからね。こっち S でしょ。プラス9なんだけど、だからトレーニングの差かな、やっぱり。Here's the first pitch to him. Hits the target here for strike one. A pause and now the pitch. あ、ボールだったしかも今の。Here's the pitch. Popped up right side. すまない、ちょっと打てなかった。And that ends. It is the Angels leading off.Number two to stand in. 0 for 1 here in this one. 点数もうちょっと離したら飛ばしたいですね、試合少し。The first pitch is a stinker, and it'll miss him for ball one. 2、3点取ったらちょっと7回分ぐらいまで飛ばしたいんだけど。ああ、打てない。ああ、今のボールだった。やられた。振ってったらちょっと、あ、一応止めることもできるんですよ、バット。うまくあのタップやめれば。それはなかなかうまくできない。ああ、今の人だ。OK、走らせようかな。アウトになるかもしれないけど、このチームで一番足が速いのはトラウト。ちょっとあれだね、大谷さん、ちょっと来年からドジャースに変わるんで、ちょっとチーム変えたいとこだけど、もうエンゼルスで組んでるんで、画面の左にここに出ますね、あのランナーの足の速さが93、ちょっと走らせましょうかね。あ、セーフだ、OK。ちょっとギリだけど、あれもうあんだけ足が速いのに、アウトになること結構あるので、あの盗塁の数値を上げとかないといけないんです。あ、1点入ったね。いいね。もう1点ぐらい。まあ、6-0 ぐらいになったら、ちょっと6、7回ぐらいまで飛ばしたいですね。ピンチとかなれば、ちょっとお見せしようと思うんですけど、そうじゃなければ、ちょっと7回ぐらいまで飛ばしたいですね。ここ欲しいね、1点。まだ2回だけど。これはちょっと今回打てそうな、打って崩せそうなチームだね、相手が。カブスですね。いやー、いいとこ投げる。あの緑の点はボールなんですよ。オレンジになったらそれです。うわー、いいとこ飛んでよるけど、アウトか。しょうがない。あ、ランナー中心でしたね。でも、ツーアウトか。ランナーの中心で、2アウト。コーディ・ベリンジャー、来てきて、シングル、で、後に、ここは1点。あー、ファイボールインとレフト。It is the Angels leading off. Coming up to the plate is Nolan Arenado. He singled in his last plate appearance. Now, here's the pitch. Fastball called strike. パワーないけど結構ホームラン出ますね。Just off the plate. Strike one at the knees. One ball and two strikes to Arenado. The pitch is outside.平気でボール投げてくるからね、打ちにくいんですよね。うわ、今のボールだ、しかも。
いやー、2-3 からフルカウントからボール球投げてくるんですよ。やりにくいって感じ。日本のピッチャーみたいなことするんで。メジャーでするかって感じですよ、そんな投げ方。Lays off a fastball that doesn't miss by much. And here's one pop straight up. Assad will make the catch. Two out, nobody on. Darren Erstad is up for another try. He singled in his last plate appearance. Sinker thrown for a strike. Fastball called for strike two.Outside. It's one and two. うわ、今のボールちょっと飛ばしますかね。ちょうど7回ですね。あれから点取れてないです。5対0で7回まで来ました。ピッチャーはこっちのピッチャー勝ったかな。あと7、8、9で終わりです。おお、来た。これが新しい演出のホームランなんですよ。これがね、前なかったんです。今スローなったでしょ。これと打った瞬間にホームランになる演出と、打って外野フライなんだけど、そのまま外野フライっぽく見えるんだけどホームランになるっていう演出、3種類ぐらいあるかな。これが多分ね、今のが新しくアップデートで変わった演出ですね。チーム変えたいっすよね。今エンゼルスだけど、ね、ドジャースにしたいっすよね、せっかくだから。ちょうどね、良かったホームラン見せれて、しかも新しい演出のやつ、あれなかなか難しい、あの演出だから、ちょうどちゃんと芯に当たったんでしょうね、ドンピシャで。そんな頻繁にあのホームラン打てないですね。Full count, three balls and two strikes. Got a piece of that one to stay alive. あ、来た、まただ。いや、そんなに何回もって言ってたのに、また出ちゃった。これが新しい演出のホームラン。 home runs this inning. 素晴らしい。ちょっと飛ばしますかね。Here's Brandon Crawford. Steps into the batter's box. ピッチャーがちょっとね、変わったんで、ちょっと質が落ちてるんですよ。今 B ランクのやつが来てるんで、だから出やすかったんかも、ホームランが。Now a hard hit ball straight towards center. A base hit for Crawford. Runner at first. Darren Erstad will try it again. He flew out his last time up. The pitch.And this one looks a bit inside. However, it's ruled a strike. Well, Chinkui, man, that's ruled strike two. Now, here's the pitch. Now, a ball hit hard towards the hole. Base hit. JL Realmuto will step in the box. キャッチャーですね。いないんで、これ、このキャッチャーでいいの。Runners are on first and second with no outs. 率悪いけど。And here's his first pitch. He lays off this one.1-0. There's a cut fastball that will get in for a strike. Number 19. Ready for the 1-1. And that's off the mark. Here's the 1-2 pitch on the way. Struck him up with some high heat. しょうがない。 Here's the second baseman. Number 2. 2-for-4 in the ball game. First pitch on the way. He'll take a look at ball 1. Into the windup. Here comes the 0-1.いやー、このシンカーとこの2種類嫌だな。Suzuki is there, makes the catch. Here's the center fielder, Mike Trout. He's まあでも点取ってるんで。Runners on first and second with two men out. 打ちにくいけど。First pitch coming from number 19. And a first pitch strike. No ball, one strike. うわ、カットか今の。The 0-2 to Trout. And he gets a good piece of that pitch as it is hit deeply to right. And this one is going to drop base hit.
いいピッチャー、アウトだ。いいピッチャーなんだけど、多分レアリティが低いから打てるんでしょうね。相手に2点取られて、7回かな。でちょっと8回はちょっと今飛ばして9回の表裏をしようと思います。投げるのとこのピッチャーじゃないかな。2点取られたら帰るのかな。Will step on, and with these insurance runs here, it will really make it tough for them to rally back. He's 0 for 4. これがね新しく手に入れた。なかなかねこの普通ねこれ A しかないんですけど、なかなかこのタイプのないんで、この色がついてるやつ。あまり能力高くないけど、6点差あるんでちょっと投げさせましょう。3人投げたら変えれるんで、まあ、打たれてもね能力高くないでしょ。 B とか C だから。でもちょっとね、サイドなんです、確か。下、そうそう、ほら、ちょっと投げ方が特徴があるんで、打ちにくいのかもしれない。このね、今 B とかを A とか S にすると、すごいいい中継ぎのピッチャーになると思う。で、上げるためには限界突破っていうやつで、同じ選手を重ねて、こう、枠を広げていくんですよ。でそれでストレートとか変化球に振っていくとピッチャーがねすごく成長して強くなる。あのレアリティが今のストレートとかの B が A に変わったりとか特徴があっていいですよね。これしかも今ねこうあんまり能力高くないんで普通は投げないんです。敗戦投手として使ってます。でもなんかね能力が低いから使わないようにしてるんだけど、そこそこもしかしたら使えるのかもしれない。このピッチャーやっぱ特徴なんかこう打ちにくそうだもんね。このちょっと下っていうかサイドっていうかこのこれ自分が対人戦の時とか打ちにくそうな気がする。このピッチャーもうちょっとね、あの育成すればスピードも160キロぐらい出るんじゃないかな。The Angels are down to their final out. Cody Bellinger will step in now as their last shot here with two away in the ninth. Three for four in the game. Big cut and a miss on the fastball. ありがたい。And pitch. Change up thrown for a called strike. スライダーちょっと投げてみるか。こう入ってくる感じですね。左にこう曲がっていくような感じ。OK。いや、いい試合でした。いいんじゃない？で、あの画面の右の今、投手オフにしました。オフにしたら、次の試合はまたピッチャーを任せ、バッターは自分が打つって感じですね。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。